ちょっと入り方変えてみましょう。今回はですね、コーチ時代に結構いろんな面白いやつがいっぱいいたみたいな話をしてで、豊さんやっぱその DeNA のコーチされてたじゃないですか。この時の話をちょっと聞いていきたいなと思って。もうそれこそね、今活躍してる選手とかも、もう数々見てるわけじゃないですか。自分が手塩にかけて育てたみたいな教え子的な選手。あ、かじたんだ。おお、心開かないんだ。俺たちから調べたんだ。そしたらね、やっぱ頑固親父に育てられて、その子供ってさ、納得しないとやらないわけ。なるほど。で、田舎者なんだよ、島根。開成高校。そうそう。で、俺も田舎者だろ、山口の。まあそうです。まあそうです。なんかちょっと。いやせっかく高木豊だよーん。やっぱ田舎もんだよなっつって。はい、でこれが俺あの中田監督に頼んだの。もう梶田に任してくれ。周りはもう何も言わないでくれ。はい、俺を信じて任せてくれ。よし、豊がやれと。おお。まあ任してくれたの。お前田舎もんだからよとか言いながらこう心を開くように開くように。なるほどね。で、あいつの特有の。あいつアッパースイングに見えるじゃん。それをみんな強制して叩けっていうふうに言うわけ。そうじゃないと、お前のそのスイングの軌道って絶対打てるから、その形は変えるな。自分の信用してるものがある。やっぱみんなが否定をするから心開かない。そいつの持ってる特徴を認めてやるという、そういうふうにして、まあ、梶谷と対応を重ねていった。へえ。二打席凡退するんで、ちょっと声かけようと思って、背中がちょっと丸まってるから起こしてみろ。そしたらボールがよく絶対見えるから、そしたら必ずお前ホームラン打てる。でも背中も丸まってないんだよ。姿勢が悪いやつだから、はい、ちょっと起こしてみろ。そしたら必ずボールが見えやすくなる。行ってこい。そのぐらい力みがあるホームラン打てない。すげえ、いい話。やっぱりね、そうやって人を信じるっていうことはそういうことなんだ。なるほど。あれ背番号一緒じゃないですか。そうそう、だから嬉しかったのは、そのラミレスが3番つけてたの、はいはい、ラミレスが引退すると、で3番が開くと、はい、だから僕が3番つけてもいいですか。いや、お前につけてほしい。それいい話じゃないですか。あいつは3番をつけたかった。筒香も、はい、我々がいた時にまだそんなバリバリのレギュラーじゃなくて、その素材はもうピカイチだったけど、で、あいつ手首が悪かった。弱かった、うん、どうしますって言ったら、中田監督が手術誘って、手術はしないって。もうとにかく痛いって言ってもやらしきろうと。で、できなくなったら手術ってあいつが踏み切るから。1日1000スイング、はい、それは奄美大島でキャンプの時ですか。そしたら痛いって言わなくなった。だから強くなった賭けだよ。だからコーチっていうのは何が一番大切かって言ったら、やっぱ愛情だね。やっぱ選手を我が子のように扱う。うるさく心を開いて信頼をしてくれる。やっぱそこに憎しみがあって、あいつこんな扱いにくいなっていうのがあったとしたら、やっぱダメだ。でも愛情が全員に伝わるかっていったらそうじゃない。だから辛い商売だよ。そうじゃん。ということで愛情が一番。はい。ね。はい。はい。頑張りましょう。